ギルド追放された雑用係の下国上長万能な生活スキルで世界最強は夜桜湯の原作のライトノベルである。2019年11月より小説家になろうで連載されている。書籍版は2020年7月よりトゥーブックスから出版されている。同作は第8回ネット小説大賞でサクサクラの のんベンダラリの転生者貧乏農家を満喫すと、共に金賞を獲得している。また、著者のヨザクラユノはこの作品による大八回ネット小説大賞での受賞で作家デビューを果たしている。帝国屈指の冒険者ギルド、キルネリーゼで雑用係として働く、落ちこぼれのティムシンシアは冒険者になることを夢見ていたが、ギルド幹部たちに濡れ衣を着せられ、 唯一無実を信じてくれた、ギルドマスターのギルネと共にギルドを追放されてしまう。しかし、ティムは、その後、生活スキルを生かして、真の力を発揮し、下国城を始める。同作は2020年10月19日より、コミックコロナにおいて、コミカライズが、ギルド追放された、雑用係の下国上長万能な生活スキルで、世界最強コミックのタイトルで連載されている。 作画は海にゃが担当し、第1話が35ページで公開されている。ありがとうございます。